お疲れ様でございます。週末のご挨拶は山本ゴウです。髪を短くカットしましたので、あまり風の影響がないように見えて、旗もないんでね、あっちの旗はもうたなびいても旗じゃなくなってます。山本ゴウの週末のご挨拶、今日のこの風を通り抜けて切り抜けて、明日のセンター試験、しっかりと受験生の皆さんは力を出し切って、まずは無事に帰ってきてください。そうするともう無事に帰ってきたらもらったもんだと思って、また2日目の人は今度暖かくなりますので、2日目はしっかりと今度ね、あの喉を湿らせてインフルエンザの予防の方頑張ってください。山本ゴウでございます。しっかりとこの1月をやりきって、私も2月を、私なりの勝負の2月を迎えてまいります。生きるか死ぬかの戦いに挑んでまいります。寒さの上で山本ゴウでございました。それでは行ってまいります。